バージニア州、リッチモンドやワシントン州シアトルで育ち、チャールズ・ライト・アカデミーや、シアトル・チルドレン・シアターで演技を学び、子供向けラジオのナレーションをしていた。11歳の時に、母親と共に、ハリウッドに移る。南カリフォルニア大学への入学を許可されているが、入学を延期している。最初の仕事は、ニンテンドーのゲーム、マリオ・ゴルフ64の声優である。 ウィルグレースや恋するマンハッタンなどのテレビシリーズにゲスト出演しソープオペラザヤングザレストレスで初主演を果たす2007年公開のモテる男の殺し方や同年放送開始のゴシップガールで注目を集める2014年はじめに彼とバンドメンバーはマザーという名のもとでイージーという曲をサウンドクラウドにリリース 一ヶ月後にはバンド名のスペルをマザーとした。彼らは2016はじめにデビューアルバムをリリースすることを予定している。テレビドラマゴシップガール出演中に共演者のブレイクライブリーと3年に渡り交際していたが2010年9月に破局。2011年10月からはゾーイクラビッツと交際していたが2013年に破局した。 2017年2月に歌手のドミノカークと結婚。ありがとうございます。